そうなんです、今日発表されたんですけど、6月にイルミナスさんの舞台の、楽園の女王という舞台に出演します。はい、なんと主演ということで、めちゃくちゃ緊張してるんですけど、6月ということで卒業してからの初めての舞台になるので、皆さん4日間ぐらい公演日があるんですけど、昼夜で8公演ぐらいかな、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。そうなんです、なんかイルミナスさんの女王捨てっていう、その女王シリーズ、結構いろんなシリーズがある舞台なんですけど、私はソラハが前出てて、ソラハが前出てた純血の女王2022かなを見に行かせていただいたんですけど、その時にめっちゃ出たいって思う、なんか自分の好みの世界観だったんですよ。結構なんか、まあもう女性だけが出てる舞台なんですけど、なんかもうちょっと暗めのダークな感じの、実際にある事件とかを元にしたちょっと暗めの舞台なんですけど、今回は楽園の女王っていう、私がやってた役は初演の時に愛笠萌さんがやられてた方の役なんですけど、再演で出させていただきます。しおさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ちょっと書きます、ありがとう。そうなんです、再演なんですけど、私は初演の映像を見させていただいたんですけど、結構そちらもダークな世界観な舞台だったので頑張りたいと思います。アズミンもね、アズミンって言ってしまった、アズミンって言おうとしたらアズミンって言っちゃった、アズミンも一緒に出るので、もう本当にそれが心強くて、しおさん、タワーありがとうございます。すごい頑張ってっていうか、おめでとうって言ってくださったんですけど、ありがとうございます、頑張りたいと思います。いやー、ありがとう。虫男さんもありがとうございます。どうも、頑張ります。なんかね、しかもね、あらすじがちょっとだけ書いてあったんですけど、ホームページに、船なんですよ。まあ船っていうか、遭難した船でたどり着いた島の話なんですけど、でも船ってさ、捨て言うやんって思ったり。ありがとう。虫男さん、タワーありがとうございます。舞台来ますよね、あなたなら来ますよね。ありがとうございます、嬉しい、お祝いのタワーをありがとうございます。そうなんですよ、なのでもうもちろん行きますよ。ありがとう、嬉しい。なんかソラハの時に行って思ったんだけど、結構グッズとか
なんかね、なんかね、なんかイルミナスさんの舞台ってなんかね、パネルみたいな、なんかシティーでいうパネルみたいなのがあって、それになんかサインとか名前書いてお渡しできるみたいなやつがあったんですよ。でそれを今回やるのかわかんないけど、やるんだったらちょっと嬉しいなみたいな。結構生写真とかグッズもいろいろあったんですよね。私ソロハノと三田真央さんのとかめっちゃ買った記憶がある。草葉愛さんのやつとか買ったんですよね。いや、ありがたいです。今回事務所のお仕事なんですけど、もう卒業後なんで。でも STU もね、私がまだ発表の時点で STU にいるからね、公式ツイートでおめでとうって言ってくれてて、おめでとうっていうかね、ツイートしてくれてて嬉しかったです。優しい。ぜひね。でもね、なんかその女王捨てってね、結構踊るし歌とかもあるんですよ。だから本当に緊張するんですけど頑張ります。頑張ります。引っ越すのは4月中なの。いやー、まだ決めてないんですけど、でも早く引っ越さないとよね。今度内見に行ってきます。でもね、もともとね STU にいる時から私面談とかでイルミナスさんの舞台出たいって言ってたんですよ。だから嬉しい、嬉しいし頑張ります。いや本当にアズミンがいてよかった。ぼっち回避。念願かなって。頑張りたいと思います。緊張緊張。6月に舞台出るの。そうです。X とかインスタのストーリーとかにも書いてるので、よかったらそちらをご覧ください。もうめっちゃ詳しい情報が載っております。ひー、頑張ります。嬉しい。6月って意外とすぐ。いや、そうなんですよ、結構早いよね。頑張る。ペンギンありがとう。何はともあれね、ちょっとは皆さんを安心させれたかなって思います。会える機会がね確定したということで、今日はみちゅさんの卒コンのレッスンでした。結構長かったけど意外と巻いた。楽しかった。多分私ライブがもうなんか新しく出ない限り、ペンギンありがとうございます。あのみちさんの卒コンと沖前公演とみなみさんの卒コンがもう多分公演最後なんかなって思って、あとはドラさんのコンサートはまあ最後なんですけど、なんか何気にね STU の曲とか結構ラストが多くなる。卒業公演ないの。公演はしなくて、私あのセレモニーがあります。卒業セレモニーが、はい、
ももちゃんの卒業公演出ますっけ。私は出ないです。卒業公演なさそうなのかな。うん、なんか個人的にはその1回で終わりたいっていう気持ちがあって、その1回を大事にしたいなって思ったので、公演じゃなくてドラサンコンでのセレモニーがラストです。うん、私すごいあのフーさんが推しメンなんですけど、やぶしたフーさんが、フーさんのそのアイドルの終わり方がすごい自分の中では理想の終わり方なので、その方法っていうか推しメンのやり方をそのままあの真似させていただこうと思います。なのでコンサートで、コンサートはセトリを全部考えさせてもらってるので、そちらの方で楽しみにしていただけたらなと思います。いやー、ココアさんもね移籍するしね、 KLP48 に。今日多分一番のビッグニュースじゃない、今日発表だったんだね。いやー、私マジで本当にびっくりっていうか、いやーすごいよね。知ってた？いや聞きましたよ。私多分もう本当にびっくりしてた。え、どういうこと？みたいな。なんかその時はそのこの間ハルコンで AKB さんの移籍も発表されてたもと思うんですけど、私はそれよりも前に聞いてたから、KLP の存在をまだそんなに知らなくて、今年始まったじゃないですか、年始にプロジェクトが。だからあんまり知らなくて、何みたいな、どこマレーシアみたいな感じでした。でもなんかもうココアさんがすごいもうなんか自信満々っていうか、もうたなんかすごい楽しみの方が強そうだったから、いやさすがだなって思って。私はなんかね、海外とか結構不安だから、なかなかね、うん、決断できないんだけど、すごいなって思いました。まあね、ココアさんのファンの方はね結構衝撃だと思うんだけど、でもココアさんのファンの人って行動力すごいから、なんかマレーシアのお披露目のライブとかでカーカーって言ってなんかいそうな気がするんですよね。私すごい想像ができるんですよ、めっちゃ想像つくんですよね。なんかもう脳内再生と脳内音声がめっちゃ余裕でできるんですよ、この辺でカーカーってあのコールが。だからなんかココアさんのファンの方って現場絶対行くみたいな人が多い気がするから、マレーシアにカープのユニフォームが増えそう。しかもさ、ズンちゃんさんとさ、ココアさんっていうさ48のさコミュ力めっちゃ強い2人が揃うのとかもなんかすごそう。なんか世界中に友達できそうな感じする。うん、まあ、たまには日本にね帰ってきてもらってね会えたらいいなとは思うんですけど、うん、なんかココアさん日本語忘れそう。なんか日本語忘れてマレーシア語で日本語忘れたんじゃけどとか、なんか笑顔で言いそうで、でも私たちはそのマレーシア語が分かんないから何を言ってるんだろうってなりそうな未来がちょっと見えるんですよ。
みたいな、なんかありそうじゃないですか。か逆に広島弁をマレーシアで広めて、マレーシアの KLP48 のファンの人がジャケジャケみたいな、なんか J から始まるようなジャケみたいな感じで流行語になるんじゃないかっていう、なんかありそうな未来がいっぱい見えるんですよね。なんか遺跡って卒業じゃないからなんか悲しむ、なんか寂しいけど悲しむっていうより、なんだろう、なんかすごいみたいな感じが多いんですけど、今日ココアさんが発表してて、みんなの前でレッスンの前に、なんか私改革アワーみたいな、さみんながちょっとざわってなるじゃないですか。 KLP48 に移籍しましたって言ったらなんかえっみたいな、そしたらリネタンがすげーみたいな、すごいですみたいな感じになって、なんか拍手が、なんかみんなもうまだ頭では理解してないんだけど、そのちょっとリネタンの一言ぐらいからすごーいみたいになって、頑張ってくださいみたいな感じになってて、でその時はなんかすごいって思ってたんやけど、後々マレーシアってめっちゃ遠いじゃんってなって、寂しさが湧いてきた。マレーシアって遠いじゃんって、なんかあんまね、今の48で遺跡とかあるんだって思ってびっくりしました。片道7時間かかるらしい。なんか意外に7時間って考えたら短いかも。あ、そうなんだ、東京行くのとプラス3時間ぐらいか。そう考えたら意外と短く感じるな。飛行機で7時間だって。じゃあずっと乗りっぱで7時間。なんかめっちゃさ、もうなんか15時間ぐらいとかじゃなかったら、思ったよりは。まあでもココアさんのファンの方は衝撃ですよね。多分びっくりすると思うけど、ココアさんはマジで本当に世界的に本当にビッグになると思います、まあもちろんね、なんか全てをね、その寂しい気持ちの方がね大きいと思うからね、肯定する、全てを肯定する必要はないとは思いますけど、まあでもすごいですよ、二十歳でね、そういう決断ができるのがね、本当に私はめちゃくちゃ尊敬します。お菓子の国なんだマレーシア。私も本当にマレーシアについてあんまり詳しくなくて、でも結構調べたらなんか結構すごい、なんか夜景とかすごかったですうん、次の STU 選抜めっちゃ変わるね。ね、7人。7人変わるのかな。すごいですね。ちょっと1ファンとしては、楽しみだけど。
どっかでね、うん、どっかで変えた方が良かったのかもしれない、それが今なのかもしれない。いやでも楽しみだ。ちょっとね今から楽しみにしたいと思います。マレーシアの公用語はマレー語、マレー語なんだ、マレー語。でもさ、なんだかんだ言ってもさ、こう初期のさ選抜からさ今の選抜ってもう全然違うしさ、うん、もう全然違うじゃないですか。本当にガラッて変わりすぎてるじゃないですか、初期の選抜から今って。だからもう逆に今の選抜が 3,4 年後ぐらいにはまたガラッて変わってとかなるのかもしれないけど、なんだかんだね、なんだかんだ慣れるっていうか、まあそれが選抜だみたいになると思うんですよね。うん、多分もう来年の TIFF ぐらいにはもう慣れてると思うんですよね。立場が人を変えることもありますからね。いやそうなんですよ、そう思う。選抜に、まあ、入るメンバーとかがいると思うけど、入ってから変わる、うん、のもあると思う、意識的に。しね、別に研究生だから入っちゃダメとかもないし、私なんてだってあれなんかすごい自慢みたいになるけど、本当に3ヶ月で入ってるから、なんか長くいれば経験がないからダメとかも全くないと思うし、その入ってから慣れるものもあるから、うん、どういう感じになるかわからないけど、でもね、うん、楽しみだよ。いやー、まあね、不安な方も確かにいらっしゃるとは思うけど、うん、大丈夫だと思いますよ、今のメンバーは。なんか逆にやる気になんか見てるメンバーが多いと思います、見てる限り、後ろから見てる限りですけど、うん、とりあえず7周年コンサートには来たいと思います。第2の記憶オーディションを開催してほしい。え、どういうこと？私がいるのに私がいるのに、私の枠をどういうことや。次の方で審査員の打診やるかは。いやでも私本当にね、私が審査員になったらダメよ、私利私欲でもう顔が可愛い子をもう優先的に、やっぱ顔をなんていうの、こういうの面食いだから、
顔だけで選んじゃいそう。しかもでも自分の好みの面食いだから結構完成された子が好きだから。そうなんですよ。だからああいう原石をなんか見つけ出せる人とかもすごいもん、神秘眼、うん、そうなんです。面食いが出てしまう。未来が見えてるとしか思えんもんね。ねえ、すごいよね。あきちゃんプロデュースアイドルしてみよう。いやちょっと無理、私はゲームでね、アイドルプロデュースしてあの滅びさせたから無理ですね。アイドルをプロデュースするにはお金がかかるというのをそのゲームで学んだので、借金を背負う未来が見えます。うん、でもさ、なんかよくさ、なんかこうなんかあるとさ、こうファンの人がさ、オタクが選んだ方が絶対いいグループができるみたいな言うじゃないですか。私もそう思ってたんですよ。いや運営とかはアイドルに興味がない人が作ってるから、アイドルオタクのこと何も分かってないんだって思ったんですよ。でもいざ自分がグループを作ってみたらマジでボロボロで、その自分のやろうとすることには理想のことにはやっぱ全てお金がかかるので、それをどうにかやろうとしたら何かを削らなきゃいけないって難しかったです。あ、これゲームの話なんですけど、うん、なかなかね、売れてるグループの真似をしてもね、なかなかうまくいくことは少ないですし、何がきっかけになるかわからないですよね。綺麗、ありがとう。綺麗。こっちか。あと昨日はスペサポのイベントありがとうございました。昨日配信しようと思ったんだけど、もう昨日ちょっと疲れすぎて、今日が朝早かったのでもうバタン休してました。なんでちょっと一日遅れてしまったんですけど、ありがとうございました。撮影タイム、私一個言いたいんですけど、撮影タイムってあるじゃないですか。これちょっと皆さんに言いたいんですけど、撮影タイムがあったんですよ。で撮影タイム、あの連写できるんですよね。連写するときにあの SNS に載せる画像はちゃんと顔を見てください。ピントが合っているからだけはダメですよ。私めっちゃこう目つぶってこんな感じの、やめてください。あのちゃんとあのこうやってスマイルしてるやつを探してください。よろしくお願いします。そのこう事故画みたいな、ヒーみたいな、みたいな、私すごいどんな顔みたいな顔がありましたね。ちゃんとあの全員見てください。アイドルはちゃんと見てますよ。こうやって全員の顔を拡大してこうやってもう目つぶってる写真しかなかったら、あの服だけでいいんです。服だけで、うん、そこ大事です。皆さん、女の子は写真写りが大事です。まあそんな感じもあったんですけど、あの一部はあれよね、
あの配信があったんですけど、3部は配信がなくてですね、3部のことは口外が禁止なので、あのここでも話せないんですけど一部の方はね、あの今度スペサポにね、あの最初の1曲、うん、動画裏から撮ってもらってたので載せようと思います。ドラさんで歌ったんですけど、まあ容量が重いから今日載せれたら載せたいけど、コンプラナイトが気になる。そうなんですよ、気になるです、気になりますよね。でもね本当にね言えないんですよ、もう昨日で終わっちゃったんですよでもなんか、まあ、手としてはスナックマヒナが登場しました、うん、スナックマヒナはね元ネタがあるっぽくて、なんか今さマヒナさんが DJ やってる保健室ラジオ広島 FM でやってる、なんかあれがなんか保健室をテーマにしたラジオにするか、スナックマヒナをテーマにしたラジオにするかのなんか2択で悩んでたんですって、どの番組を作るかで。でも、まあ、未成年のメンバーもいるからスナックマヒナは、まあ、違うのにしようってなって保健室になったらしいんですよ。でその伝説のなくなった企画のスナックマヒナをやりました、コンプラナイトで ファンの人はねお酒飲んでね OK っていうね、私たちは飲んでないんですけど、でもなんかお酒飲んでる人って聞いたけど、なんか結構半分以下だったんですよね。だから意外と皆さんやっぱ車の方とかが多かったのかな。でもなんかテンションが高かったっていうか、何でも笑ってくれてました。意外と皆さんあれなのかな、あの飲まない方が多かったのかな、それか車の方が多かったのかな。お酒をお持ち帰りしました。あ、そうですよ、なんか飲まずになんかお見送りの時にイエーイみたいな、帰ったら飲むよみたいな人多かった、うん、なのでね、なんか皆さんのテンションが高くて、はい、私たちはねあのウーロン茶でやりましたよ。多分いつかね第2弾とかがあればいいですね。楽しいイベントでしたってことが、ね、私は2公演、うん、出演させてもらったんですけど、ありがとうございました。楽しいイベントでした。うん、おきちゃんのファミでもコンプラナイト希望。え、やりたーいやりたいですね。コンプラナイト STU の企画から奪ってしまうことになってしまう会ったらぜひ来てください。金曜日の夜とかにやろうかな。花金。ドラさんで乾杯したことあるの？いや、ソラハがねずっとね3人で夜カフェ行こうって言ってるんですけど、なんか全然機会がなくて行けてないんですよね。そう、ソラハが二十歳になったから夜カフェ行こうってずっと言ってるんですよ。広島結構夜カフェあるので行こうって言ってるんだけど、全然行けてない。まあ落ち着いたら行きたいですね。舞台はどこでやるの？東京です。東京でやります。
明日行こう。いやいや忙しい忙しい。もうちょっとしたらっていうか今度あさってか幕張ですね。リアルお話し会待ってます。あさって。ラスト、リアルはラストかな。オンラインがまだあるけど。行くよ、待ってます。何着ようかな、まだ決めてないんだよな。ダブル主演だとおきちゃん出ない公演あるの。え、どうなんだろう。ダブルキャストではないと思ってるけど、ダブル主演ってそういう意味かと思ってた。全部出ると思います。何着るの。いやまだ決めてないんだよね。何着よう、迷う。可愛い系にしようかな、何しようかな。セレモニーとかってあるんですかね。ないのかな。なんかもしさセレモニーがあるならさ、あさってかなんか至る所でセレモニーやってそうだなって思って。なんか5つぐらいセレモニーやってそうだなって思ったけど別にないか。ペンギンありがとう。あ消えちゃった。え、あるよね多分。なんかみんなあるって言ってたからあるんかなと思ったけど、とか言ってさ、でもこういうのって有志だからさ、なかったら恥ずかしいからあんま言わんとこ。なんかないと思っててあるは嬉しいけど、あると思ってないはちょっとあの寂しいから、ちょっと私はできる女なので言わんときます。誰も用意してないんか。いやあるね、私のファンだったら、あ忘れてた、やばいみんなやってるんだ忘れてたみたいなあるかもしれません。なんだと思ってるんだって感じするよね、私のファンのこと。やべ起きちゃう最後か忘れてた忘れてみたいな、うっかりボーイとガールが多いから。嘘嘘、ちょっと心に期待を持ちつつ行きたいと思います。誰の真似なんだろう。概念。概念お清田の。ご本人とは違います。あ失礼言った今。失礼言った今。推しは、あ違う、オタは推しに似る、おいやそこは似てませんからって言ってきた。失礼ですね。分からんよ、似てるかもしれませんよ。可能性はね、なきにしもあらずだから。いやでわからん、頭いい人とかが多いからな。おきちゃんが言ってるイマジナリーって班長から取ったの。班長に出てくるっけ。イマジナリー、イマジナリーはねなんか適当に言ってる。
そんな口調なんだ、おきぼファンは。でもなんかおきちゃんのファンはなんか見た目普通なのになんか中身やばい人が多くてなんか怖い。サイコパスサイコパスばっかり、本当に。皆さん気をつけてください皮をかぶってる。アクションそっくりってことですね。おい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 、何言ってんだ。ミキちゃんほどピュアな人はいないでしょ。オキちゃんほどピュアなアイドルは。そんなに褒められても。褒めてないよ褒めてないよ。やばいやばい、本当にね、通じないんやな。私がさ、どれだけさ言ってもさ、本当に気持ち悪いですよとかさ、本当におかしいと思いますよって言ってもさ、なんかそんなに褒めないでよみたいな、やったーみたいな、もう本当にねおかしいんよ。わかる？ちょっと私のファンじゃない人いませんかね、このルームに。本当に伝えたい。やばいんですよ、なんか話が通じない人ほどやばいんですよもうポジティブモンスターばっかり。そうなんです。まあね世に放てない人をここに閉じ込めておこう。隔離や隔離。私が全てを背負いましょう。君たちみたいな危ない人を世に出してはいけない。ここで立ち止まっていくんだ。出るな出るな出るなって行くな行くな行くな、そっちには行くなダメダメダメ、このメンバーに行ったらダメだって。もう本当におかしい人扱いされるってみたいな。それがここでちょっと隔離しておこうって。皆さんいましょう、ここに。ここが安全ですここが安全ですよフ選ばれし者たちと思ってていいよね。ほらほら、ポジティブ。ほらほらほら、なんかね、全部変換していくの、ポジティブにすごくない？まあね、この人たち面倒見切れるのはね、私ぐらいしかいないですからね。仕方ないな仕方ないな、これからもここにいるんだよ私ここから出たら本当ダメだよ、やばいよ、うん、危ない人扱いされるからここにいな凄い、もうなんか私おたさの女王みたいになってる。やばい、どうしよう、こんなチヤホヤされて胃の中の蛙で育ってしまう。厳しくしてもらわなきゃ。でもね、ここで私に厳しくしてくださいって言ったら、このルームにいる人たちは本当に手のひらを返したようになんかめっちゃ厳しく当たってくるんでもう甘やかしてもらうことだけに専念してもらおうと思います。すごいんですよ、まあ手のひらを返すっていうか、推しに従順すぎて
厳しくしようとしたら本当になんか現実的な一言を言ってくるんですよ。すごいなんかちゃんと貯金した方がいいよとか、なんか無駄遣いやめなよみたいな、なんか真顔で、なんか文字から分かるんです、真顔だろうみたいな。なのですごい急に現実感を高めてくるので、皆さんは皆さんは急にそういうことしてくるので、ちょっとここではね、うん、私は皆さんのことをね、あの皆さんみたいな危ない人たちを野放しはしていけないから、私は皆さんのことここで一生面倒を見るし、皆さんもこんな世間に出ていけないようなね女を面倒見なきゃいけないんですよ。はい、ダメなんですよここから出たら。お互いダメなんですよ。皆さんが面倒見なかったって誰が見るんですか。チリチリ音がすごいことに、うそ、うるさい、ちょっと充電器外してみた、充電なくなったら充電するね。じゃあもちつもたれつつですか。そうだよ、音消えた、え、消えた、ミュートした、あ、そういうことじゃないか、チリチリ音が消えたってことか。よかったよかった。なんでだろうね、やっぱそろそろ変えなきゃいけないんだよね。全然携帯ショップにも行けないし、困った困ったうん、買い時、そうだね、そろそろ買い時だね。舞台見に行こうかな待ってるよ。待ってるよ。ワイのこともしっかり確保してくださいね。いやー、もう野に放ったらいけないオタクばっかりだから、ここでここで止めなきゃいけない。私はダムみたいな役割だから。ん？なんか使い方違う？私が全てを担います。こっから出ないでくださいみたいな。みんなメンバーのみんな避難して。私が食い止めるからみたいな、そういうイメージ的にはこういう感じだからはぁーみたいな、みんな逃げて、やばいオタクたちが流れるってい私がその役割を担ってますどういうイメージこういうイメージタイタニックごっこ、違うよ、タイタニックじゃない、うん、なんかここから出てきそうなの。ちゃんと育てた責任を取らないと。え、私ママ私ママみたいな、扱いが親や。やばい人はやばい人のところにしか行かないから、そういうことそういうこと、うん、まあね、みんなはね、もう私じゃないと満足できない体になってると思うのでねなってると思うのでね、うん、私が面倒見たいと思います、最後までね。
がそれがいい。だがそれでいい。インスタさ、今日の投稿したんですよ、配信する前に。ここにリンク貼ってるんですけど、ソラハがね、この間カメラ持ってきてくれてて、なんか一眼なのかな、なんか結構ガチカメラみたいな、お兄ちゃんから借りてんって言ってて撮ってくれたんですけど、ちょっと新しい投稿をね見ていただいたら分かるんですけど、めっちゃ綺麗なんですよ。ちょっと見てほしい。なんかね、1枚目はね暗いところで撮ったから、なんかソラハ的にはあまり納得しなかったんやけど、ちょっと全然綺麗だと思って、うん、なんかでも望遠を持ってきてなくて、なんか弾けないって言ってた。配信なくなったらやばいオタクたちがどうなるんだよ。キポやばいオタクたちは野に放たれていくかもしれないけど、多分私の配信とこに来ると思います。引き止めてあげよう。そうだから、こうやってあの写真は実際めっちゃ離れて撮ってるんですよ。アップにしてるわけじゃなくて、めっちゃ逆になんか遠くにする方法が分かんなくて、めっちゃ体を引いて撮った写真なんだけど、結構他にもいっぱいあって、なんかスペサポかブログかどっかにあげようかなって思ってます。結構いっぱい撮ってくれたので、ソラハが、うん、上手だよね。なんでそちらも撮りたいと思う。ソラハカメラ、リアルソラハカメラ。私もカメラあんまり詳しくないか分かんないんだけど、でもキャノンだった、キャノン、うん、ドラサンコンカメコあります、カメコ席。有名なキャノン。ちょっと咳が出そうだ。ゲホゲホ、失礼します。最近おきちゃん咳してるイメージあるって言われるんだよね、メンバーにも。大丈夫、大丈夫です。お腹すいた。袖ボロボロやで。そうなの。この毛が咳するために口の中に、うん、無限ループ。このエチケットのために押さえた毛がここら辺に。うん、乾燥かな、多分。気をつけよう。それ気になったけど言えなかった。これやるよ、これまだ2回しか来てないからね、こういうもんなの。確かに配信で見たらすごいボロボロだってなるけど、買った時からこれなんです。なんか多分ボロボロが入れないよ、ヴィンテージヴィンテージ、もうあえてボロボロに刺すんですよ。確かこう見たらね、思ったじゃん、引いてみて、ほら引いたら変じゃないでしょ、ほらこの辺で見て、人と話すときここまで近くなんないから大丈夫、こんぐらいこんぐらい。おしゃれおしゃれおしゃれです。この近くで見るからおやおやってなるやん、袖がボロボロじゃないかって。でもほらちゃんと見て、あのちょっと難しいの、わかる、ボロボロにもあのちゃんと規則性のあるボロボロなんですよ。
わかる？この手が可愛く見える形の伝わるかなほらこっちもこれちょっと難しいんだけど、ほらほらほら規則性があるよいや私もなんかそのコメント見てさ、初めて、いやなんでこんなボロボロなんて思ったけど、そういうもんだったおしゃれって難しい。あんま袖見ないからな。計算され尽くしたボロ、 BORO でボロローマ字で言ったらおしゃれにはなんないや、うん、この服さ、なんか何その服って言われたんやけど、今日マイキューになんかすごい服着とるねって言われたんやけど、なんか着方が分かんなくて、これプレゼントでもらったんですが合ってんのかな。なんかねこの服めっちゃ短いんですよこれ合ってる？どう？それかもっとハイウエストでさスカートとか履くべきだったんかね、なんか分かんなくて、今日レッスンあったからこれで行ったんですけど、これ短いんですよね違ういや自分もね、それか下がワンピースで上に着るものなんかなって思ったんですよちょっと難しくて、これはハイウエストのスカートを履くべきだったのかワンピースなのか、思った以上に短い。今日レッスンだからもうズボンは確定なんですよね、しおへそも隠さないといけんから寒いし、今日私はちょっともしかしたらダサコーデを組んでしまったかもしれない。これは可愛いんやけどね難しかった。ワンピースで着るべきだったかもかカッターシャツ長めの私コーデ組み合わせるのめちゃくちゃ苦手で、たまにこういうことが起きますマイキューのおへそどこにあったの？いやなんかね、そうだ、まいちゃんのへそがない問題がなんか中村ファンの間で話題になってるらしくて、なんかまいちゃんってへそ立ちしてもへそが見えないんですって。でまいちゃんのファンの中でまいちゃんのへそは上にあるのか下にあるのか問題が出てたんですよ、議論されてるらしくて、私あの答えを知ってるんですけど、言っていいのかな、多分言っていいと思うんですけど、下でした。上か下かだったんですけど、下でした。めっちゃ下の方にありました。舞ちゃんがえどっちでしょうみたいな言ってたんですけど、ないことはなかったです。ありました、ちゃんとおへそは。でもめっちゃ下ではないんだけど、ちょうどなんかこうズボン履いたら隠れる感じの。上だったらね、なんか骨ぐらいになっちゃうから、うん、下でした。上か下かだと下でした。あります、ちゃんとおへそは。さすがにね、あるよ IQ でも。でもなんか人形みたいだからさ、なくてもなんかそうなんだぐらいな感じはするけど、ありました。うん、哺乳類だったか。おへそがあるのって哺乳類だけなんだっけ。なんか確かにカエルとかはないよね。
し、あ、そっか、へその緒があるからか。確かに犬とかデベソだったりするもんね。でもさ、なんだっけ、なんだっけな、なんかの生き物がなんか両生類なのか哺乳類なのかでなんか議論があるみたいな生き物いた気がするんだけど、なんだったかな。忘れちゃった。あ、カモノハシかも。カモノハシだ。なんかおかしいんですよね、カモノハシってね。なんか卵から生まれるのにお乳が出るみたいな、結構ヤバめの生態なんでしたっけ。なんか見たことある、なんかさ SNS でさ、カモノハシの生態についての漫画みたいなバズってませんでした。あのあれ面白かった、見たの。鳥か哺乳類か。卵で産むけど脇から乳が出るえ、脇から、脇から乳が出る。脇フェチも困惑。いや、そのコメントにも困惑やけどちょ待ってちょっと待って、ちょっと待って、もう本当にあのやめてください、あの下ネタやめてください。え、カモノハシすごくないシモネタじゃないか今のはなんか脇フェチそうだよね、ごめんなさい、失礼しました。脇から乳ってさ、でもさ、カモノハシ多分こうペンギンみたいな感じだよね、こういうさ。あ、鳥のさ、ここってさ脇っていう概念なんや。まあそりゃそうか、脇なんか。なんか脇じゃなさそうじゃない。え、ペンギンみたいな感じだよね、コモノハシって。手羽元ですね。でも手羽元からミルク出てくるのちょっとすごいね。じゃああれだ、ないんだあれは。不思議。カモノハシ見てみたいな。哺乳類で毒持ちはめっちゃ珍しい。確かに毒持ってるのいないもんね。げー見てみたいですねカモノハシは鳥じゃない、鳥か哺乳類か論争が、口が鳥で体がカワウソみたいな感じ。あー、想像つきやすいかも。口が鳥で体がカワウソ、ゲー。アヒルっぽい。アヒルでも可愛いですよね。なんかあのコールダック、ちっちゃいやつ、最小アヒルみたいな、可愛い。なんかもちもちしてそう、勝手なイメージ。
可愛いですよね。コールダック人気高いね。でも水道代やばそう。犬の散歩みたいな感じでお風呂入れさせないといけないらしいから。大変そうですよね。みんな詳しいな、動物について動物博士だ。そんなおきぽはお腹が空いてきましたご飯食べました皆さんは。私はまだ食べてないです。まだ食べてないです。まだ上からちょっと桜餅降ってきたんやけど桜餅のさ、このギフトの落ち方やばかったよ。ここら辺に出るんじゃなくてこうやって落ちてきた。じわる。食べなよ。食べようかな。もうあり。あんまり配信でご飯食べたくないんだけど。買ってはいるんですよね。関東と関西両方落ちてきて草。え、嘘。なんか関東バージョンと関西バージョンとかだった？あ、ほんとや。今ギフトだけの欄見たらさなんか違うわ。桜餅なんて言うんですかね、米と米じゃない方の餅だ。じわー。何どん名字って、何花壇、何何桜餅とどん名字。あ、これどん名字っていうの、どちらに馴染みある。え、つぶつぶっぽいやつがどん名字、どちらに馴染みある。どん名字かな。でも私は米の餅が好きじゃないの、あんまり米感のあるお餅が。おはぎとかもそうやけど、あの餅はもうツルツルのもちもちが好きなので、うん、どん名字派ではないかも、ね、米は甘くあっちゃダメなんよね自分の中で。うん、おはぎ美味しいのに、とかおはぎはツルツルがいいもうお餅がいいな。ご飯はもうおにぎりとかしょっぱいのなんですよね。うん、個人的にはツルツル派です。花沢派、花沢類派ですそうね、卵焼きはどっち派？だしかな。最近韓国の卵焼きのゲランマリっていう卵焼きがなんかめっちゃ具が入った卵焼きで美味しいです。おすすめ。なんか何が入ってるかちょっとあんま分かんないぐらいいろんな具が入ってる卵焼き、韓国の卵焼き、うまい。オムレツ違う。いや、なんか店舗で頼むときによってなんかめっちゃオムレツっぽいやつもあるんだけど、オムレツっていうか卵茶碗蒸しみたいなやつもあるんだけど、私が行くところの
たむゲランマリはちゃんと卵焼きの形してるんだよね。何が本当かちょっとよくわかんない。あのこの間初めてびっくりドンキーに行ったんですけど、びっくりドンキーにもありました、ゲランマリ。この間みちさんがなんか初めてびっくりドンキー、初めてではないか、なんかびっくりドンキーに一人で行って、なんかお腹いっぱいになって食べれないから来てって言われて行ったんですよ。みなみさんと一緒に救援しに行ったんですよ、救出。さあ一人で座った みちさんがびっくりドンキーのハンバーグを半分だけ残して待ってましたでその時にお腹空いてたから頼んだんですよね、ゲランマリを。うん、待ってるの可愛い。いや可愛かったですよなんかごめんって言ってました、うん、最強の一人っ子感、まあわかるわかる。それで行こうきちゃんはすごい。いやなんかもともと会う予定はしてたんですよね。なんだっけ、あれだ、カラオケ配信の日の前に呼ばれたから、全然別に何の予定もない日じゃなかったんで。卒業メンバーのカラオケ配信、あれももうもはやね懐かしい懐かしいぐらいですけど、ちょっぴりドンキーに行ったんだちょっぴりドンキーおきちゃんといえばエビ味噌ラーメンとハラミやな。エビ味噌ラーメンはね、期間限定じゃな、期間限定だからたまにしか出会えないんですけど、最近ハラミはね食べてますよ。セブンのわさびついてるハラミなのかな、わかんないけど、鶏肉うまいですで、私ほぼ毎日のご飯がだいたいセブンなんですけど、今日は親子丼買いました。私本当にセブンばっかりなんですけど、親子丼めっちゃ美味しい。配信終わったら食べようかな。セブンのブラウニーとクッキーが買ってみて美味しかったです。おー、よかったよかった。コンビニ節約するんじゃなかったっけ。いいところに気づきましたね。今日はね拘束時間が長かったのでね、食費で落とせるんですよ生産できるんですよ。だからそういう時は積極的にコンビニでご飯を買うんですそう、大事。こういう時、こういう日じゃなくてもコンビニなんだけども、パン類買うときもあるよ。パン類買うときもある。今日はローソンのなんかチョコのフランスパン買って食べた。小分けにしてるやつ結構美味しいです。なんかちょっと低カロリーっぽいグループに属してます。うん、配信終わったらご飯食べよう。ちょっとめっちゃこの時間ってなっちゃうけど、配信終わったら食べよう。
ファミマ行かないの。いやファミマね、なんか行く機会がねあんまりなくてね。でもこの間行ってなんか焼きそば買いました。塩系の焼きそば美味しかった。あんまねファミマ優先順位っていうかなんか夜頻度が低いんだよね。あるにはあるけど、でも好きよファミマも。ゆくちゃん塩焼きそば好きね。え好き。なんか最近どっちかって言ったらソースより塩派最近っていうか、うん、ソース焼きそばより塩派ですね。美味しい。私結構なんか麺類の中で焼きそばが結構上位に来てるかも。なんでだろうね、焼きそば美味しい。あの弟 UFO とかカップ麺の焼きそばめっちゃ好きだったけど、一平ちゃんとか最近好きですね。塩焼きそばか油そばか二択。あとなんか麺の話になっちゃうんですけど、なんかカツ丼とかに、カツ丼とかがあるじゃないですか、カツ丼セットとかについてるザルそば、ザルうどんとかの、まあ普通にザルうどんかのうどんもう好き普通のうどんじゃなくて、なんかザルうどんのうどんめっちゃチュルチュルですよね。こんな伝わらない話し方で申し訳ないんだけど、なんか普通のうどんじゃなくてなんかチュルチュル、なんて言ったらいいんだろう、なんかすごいなんかツルツルじゃないですか細いっていうかなんだろう、薄いのかな、ちょっとあれがめっちゃ好き。すごいわかる。分かってくれますか。でも全国統一でザルうどんがそうなのか分かんないの。ただ私のよく行く和食屋さんのカツ丼セットなそれについてくるちっちゃいザルうどんはめっちゃツルツルでなんかすごいんですよ。だからツルツルみたいな。でもそれが日本全国うどん屋さんのザルうどんのうどんかって言われたらなんかそうじゃない気もするんですよね。カツ丼セット頼むの、頼むよ頼むよ。めっちゃねお得なんですよ。めっちゃでっかいカツ丼、もう本当に男の人でも満足するぐらいのカツ丼に、まあ、割としっかりしたザルうどんがついて1100円のお店があるんですよ。私のよく行く和食屋さんがめっちゃお得じゃないですか。めっちゃでかいんよカツ丼もこのねねちょっと力説するほどでもないんですけど、すごいいいのよ。食べきれるの。いや食べきれるんだけど途中でああしんどいなっていう時間が訪れる。でもうどんはなんか食べた気にならない。カツ丼がしんどくなるだけで、うどんは本当にお水感覚みたいな。もうオアシス、うどんならいくらでもみたいな、なんか CM できそうな笑顔で食べれるどういうことって感じするよね絶対。うどんならいくらでもなんとかうどんみたいな、だから CM 撮れそうなぐらいの飲み物みたいなうどん。今度行ったら写真撮りますね。それがさみんなの言う稲庭うどんなのかちょっと気になる。なんなんやろ、うん、うどんは飲み物ですか。そこのカツ丼屋のうどんは飲み物それ以外のうどんは食べ物。
タケノコをウニソースで食べると美味しいらしいよ。え、ウニソースって何？そもそもウニのソース。関東は基本そばだよ。いや、なんかそばかうどんか選べるんですけど、あ、そういうこと、カツ丼セットってことよね。なんかね、そばも好きなんだけど、どっちかっていうとうどん派になっちゃうんだよね。ザルうどんのつゆは薬味は何入れる？だいたい生姜とネギかな。でもさ、なんかさ、こうしゃぶしゃぶ屋さんとか行くじゃないですか。でさ、ま、あのなんていうの、チェーン店のさ、しゃぶしゃぶ屋さんとかさ行ったらさ、こう薬味とか自分で取り放題のとことかあるじゃないですか。ああいうとこ行ったら、私はもうもみじおろしをこれもうめっちゃくちゃこうやってこうやってすくい上げます。こう、おおよそしゃぶしゃぶ屋では見ることない手首のスナップを聞かせながらめっちゃ取ります。にネギ、もみじおろしとネギ、ポン酢、こう、燃えない程度で、いや、そんな炎上する、そこまでじゃない、そこまで謙虚に謙虚にこうです。あの量的にはこんぐらいです。こんぐらい、こんぐらいです。どんどんコンプライアンスを意識してもちっちゃくなっていく好きですね。ワイの牛丼屋における紅生姜みたいなもんか。そうそう、紅生姜乗せる人めっちゃ乗せますもんね。まあそういう感じに近いかもしれない。薬味そうだな、うん、好きですね大根おろしと何が違う？え、ちょっと辛いよね、もみじおろしは。なんかもみじおろしがさ、何が入ってるかを知らずにいつも食べてるけどさ、ちょっと辛いですよね。でも何かって言ったら、なんか学んだことないんだよね。一味か。でも唐辛子の成分のおかげで、なんか、あ、唐辛子じゃない、大根の成分のおかげで唐辛子の味あんましなくないですか。大根ってすごいんだなって思う。辛いの結構苦手なんですよ。うん。でも全然なんか打ち消し合ってるよね。なんか矛盾を生み出しそうな。でもそこが好き。天ぷらは何をしたい？天ぷらは大根おろしと天つゆ。私はね、もう熱々の天ぷらを大根おろしでぬるくするのが大好きです熱々の天ぷらっていうか天つゆ、あったかい天つゆとかを大根おろしでぬるまーくするのが好きです。塩派、塩派が多い。芋天にはウスターソース、いや、合いますよね、ソースね、うん、たまにさ、なんか別にさ、なんか使わなくていい調味料とかもさ、なんかいい感じのさ、例えば塩とかさ、こうやってなんかグリグリするタイプのさ、こうやってやるタイプの入れ物に入ってたら、なんか使っちゃいませんなんか他にも調味料とか備え付けであるのに、テーブルの上に置いてあるこうやってするタイプの塩が置いてあったら、なんか別にいいのに使っちゃいませんそういうの結構ある。焼肉屋さんとか行った時とか、もうタレとかいっぱいあるのに、そういう塩が置いてあったら、なんかかけてしまう時あるかも。
あれは何なんでしょうね。行方の女王出るんですね。回撃します、待ってます、ありがとう。ペッパーミル、ペッパーミル、うん、焼肉レモン、レモンはタンのみが多いかな。焼肉はとりあえずあのこういう横長のタレ入れるやつに全部のタレを入れて、でなんかわさびとかあれば一番いい。わさびとかもらえたら最高。全部試したい。わかる。なんかよくわかんないよね。なんか甘い醤油味噌みたいな。なんかいろいろあるもんね。焼肉ライクとかめっちゃありません。私焼肉ライク広島駅のよく行くんですよ。待ち合わせ早く着きすぎたりとかしたら。めっちゃいっぱいある。うん、結構好きですね。でもレモンはタンオンリーかも。なんかカルビとかにレモンつけないかも。腹減り腹減り、お腹すくよね、わかる。昨日さイベント終わった後に夜に南さんと葵さんと焼肉食べたくないってなったけど、焼肉屋さんなんかその時のイベントが流川であったんですけど、流川っていう広島の繁華街だったんですけど、流川焼肉屋さん多いけどファンの人とかもいっぱいいるかなって思って焼肉屋さんやめようってなって韓国料理屋さんに行ったんですよね。韓国料理屋さんで焼肉の欲を満たすためにサムギョプサルを食べました。私ね本当に10代の頃はサムギョプサルのあの葉っぱも、サンチュじゃない、なんだあの葉っぱ、あの葉っぱも無理だったんですよ。でもね今はねあの葉っぱもなんか食べれるようになりました。感慨深いです。サムギョプサル食べるのにあの葉っぱを食べないんですよ。成長したところです、自分の中の。えらい、すごい何でも褒めてもらえる。大人になったな。いやありがとうございます、イエーイ。成長したのね。成長しましたよ。あの葉っぱの名前わかんないんだけど、あれサンチュ、サンチュ。サンチュって聞くとめっちゃタレのコチュジャンと混ざる。サンチュか、うん、サンチュ。野菜食べなかった、偏食がすごかったんです。もう二十歳過ぎて結構減ってきましたけど偏食。食べれるようになった理由ってある？え、なんだろう、残すのがちょっとかっこ悪いかなっていうのもあるかもしれない。でもそれとは別に体がやっぱ拒絶するやつもあって、食べれないやつは未だに食べれない。ナスとか多分食べれないっていうか、本当にここ3年ぐらいナス食べてないです。なんか 3,4 年はナス食べた記憶がないんですよね。パッと思いつく苦手な食べ物、ナス、緑とかだったらオクラとかそっち系。なんか
ャベツとかレタスとか白菜とかは食べれるようになったかも。でもこの間なんかスタッフさんとお話しした時に、そのスタッフさんは何が嫌い、キュウリが嫌いらしいんですよね。キュウリが嫌いらしくて、でも大人、まあ、めっちゃ年上の方なんで、なんか大人だからその会食とかあった時にキュウリを食べれない、残すのって結構恥ずかしいことじゃないですか。なんかあキュウリ食べれないんだみたいななんじゃないですか。でなんかその人は毎回なんかおばあちゃんからの遺言でキュウリは食べちゃダメらしいっていう話をするらしいんです。そしたらなんか場が和んでキュウリを食べなくて済むって言ってました。だからちょっと使おうかなって思ったんやけど、うん、確かに遺言だったら食べちゃダメかってなりますかね。なんか確かにそれいいかもって思った、うん、ちょっと面白いですよね。面白いって言ったらいいのかあれだけど、でもそうだよね、私種類が食べれない種類が一つじゃないから、うん、キュウリ苦手な人結構いる。私もキュウリ好きじゃなかったんですけど、なんかメンバー結構キュウリ好きな子多くて、なんかね、なんか一品頼もうみたいな時に絶対キュウリがあることが多かったんで、なんかそれを食べてたら食べれるようになりましたね。自分から好んで食べようとはならないけど、まあ食べれるようにはなりました。どっちかって言ったらピクルスの方が好き前も遺言ネタ使ってる。あのそれは同じ考え方の人が、キュウリあんま栄養ないって聞くけどね、まあ、だから水分補給みたいな感じだよね。ピクルスは好き、マックのピクルスが一番好き、うん、要は食わず嫌い、食わず嫌いもあるし食べてあんまり好きじゃないなって思うやつもある。まあでも嫌いな食べ物は多い方かも。ピクルス単体で食べたことない。あー確かにあんまないよね。キュウリとかさ食べれるようになったけどさ、なんかこうお祭りとかでこう棒に刺さったさ一本のキュウリってあるじゃないですか、チョコバナナみたいな、ああいうキュウリだとなんか嫌かも。切ってあるから、切ってあってその容量を食べるから青臭さが軽減されてる部分もあると思うんですよね。私の中でその苦手なこう青臭さみたいなのが、でもさこう一本漬けみたいなさ、だってさめっちゃ好きなさお寿司とかもさこう切る前のさマグロとかをさこうやってハンって食べろって言われたらちょっと違うじゃないですか。お寿司のはさこう一切れ一切れ切ってこうやって食べるから美味しいわけじゃないですか。この状態のさでっかいさぶつ切りのさマグロをこうやってあんって食べようとしたらさなんか違うってなりそうじゃないですか、うん、だからなんか切ってほしい、うん、のは多いかも。最近恵方巻きもそういう気持ち、なんか配信とかでさ恵方巻き食べてるから思うけど、やっぱ切った海苔巻きだから美味しいんじゃないかってちょっと思い始めてきた、うん、こうやって食べるものではないのじゃないものじゃないかって。充電大丈夫、まだ大丈夫そうかな多分ね。ありがとう、うん。
全国のカッパを敵に回したポカッパの皆さんすいません。でも私あのカッパを捕獲してもいい免許証持ってるんで、はい、いずれもかかってきなさい、捕獲してやる。私あのファンの方からカッパを捕獲してもいい免許証をいただいたんですよあるんですよ皆さん、カッパ捕獲するのに免許いるんですからね。免許証ちゃんと取ってくださいカッパの捕獲に免許いるんですから。どこで取れるの？あ、お金出したら買えますいただくものの、いや、いただいたんですよいただけたんですよ。調べてみよう。何級ですか？え、何級とかあったかな？覚えてないな。でもなんじゃこのプレゼントって思った記憶ある。私のクセ強プレゼントの一部、去年とかにもらった気がします。それはうん、捕獲した後飼うの？カッパを買おうとは思わないかも。どうするかな、売るかな。岡山カッパいそう。岡山すごいカッパ有名ですよ。うん、カッパのお祭りとかあるからね、有名。カッパ捕獲したら売ります。メルカリでってメルカリで。いや、もっとなんか、もっとあの研究者とかに売りますカッパの祭りってどんなことするの？え、どんなこともしないよ。なんかカッパのダンスみたいな踊るだけあとは普通のお祭りです。そう、ゴンゴ祭りっていう、なんかカッパのことをゴンゴって言うんですね。で、なんかカッパの銅像とかがめっちゃ置いてあるんですよ、町に。で、そのゴンゴ踊りっていう踊りを踊ります。なんか阿波踊りみたいな感じ。阿波踊りのもうちょっとあの J-POP って感じ。なんか J-POP、 うん、あの、あそこまで伝統っぽくないあの普通の踊りを、なんかこう本当に阿波踊りみたいな感じで踊りながら道を歩く、大通りを歩くっていうお祭り。踊ってみて。踊れないよ。そうやれそうやれ、ゴンゴに水やれ水やれ水やれ、さあさあそれからどうした、えんやこらこら、てったらたたたた、てんだらららら、てったたたたたたみたいないや、こういう感じ小学校の時踊ったような記憶があるけど、ちょっと覚えてないですね。こういう感じそうやれそうやれ、ガンガンに水やれ水やれ水やれ、さあさあそれからどうしたみたいな、こういうこういうのを、いろんな自治体とかが踊ってるんでしょうね。STU の次のシングル曲、やばい、やばくはないだろうけど、なんかみんながびっくりしちゃうよ。そう、ゴンゴっていうね、祭りがありました。夏祭りなんだけどね、なんか雨降る時期らへんに開催されるから、花火大会結構中止になる確率高かった記憶がある。
STU に温度欲しい。 STU 温度良さそうじゃない。はい、あ、それはい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 STU 温度。最近私はちいかわの曲が好きです。あのちいかわのアニメで今パジャマパーティーズっていうちいかわ内のアイドルユニットみたいなのが出てきてて、5匹ぐらいいたんですけど3匹ぐらいが鳥に食べられて、なんか1匹になっちゃうんですよね、そのアイドルが。でちいかわたちにお願いして、その一緒にステージに上がってもらうっていう話がこの間アニメでやってたんですけど、その曲が好き。うわわうわうわわたあたあちゃおうわわうわうわたあたあちゃおう。食べられたの、食べられた描写はないけど、もう明らかに食べられたでしょみたいな感じのなんか連れ去られ方でした。3人が帰ってくるまでって言ってるけどねって。そうそうそう、3人が帰ってくるまでちいかわたちに一緒に踊ってもらうっていうやつなんだけど、なんかパジャマ着てるんですよ、お揃いのパジャマをね、そのアイドルユニットが。でも鳥に、練習みんなでしてたら鳥に連れて行かれちゃって、こうパクってこうトンビみたいな感じに。で追いかけるんですけど、追いかけた先には服だけ残されてて、もう服だけ残されてるってことはさ、もうね、そういうことじゃないですか。すごいなんか胸がギュッてなりました。痛い。ありがとうペンギン久人さん、ありがとう察し。そうなんですよ。しかもね、もうなんかその名前のないキャラクターなんですけど、生き残った子は、その生き残ったちいかわのなんか泣き声みたいなのが本当にもうなんかトラウマになるんじゃないかみたいな、朝にこんなブラックな映像をやるのはトラウマになるんじゃないかみたいな泣き方するんですよ。うわーうわーみたいな。もう私は夜に見たんですけど、公式の YouTube で、なんかもう胸がギュッてなりましたちいかわ見てたら胸がギュッてなる。そういうのが多いです、ちいかわちゃん。ここしか歌ってないけど、ちいかわってそんななの。たまにそういう回がある。基本はめちゃくちゃなんか緩やかな回だけど、たまにそういうびっくり仰天回があるから目が離せない。自然とオタ主義だね自然とオタ主義だよ本当に。うん、てて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 て、闇を感じます。うん、うん、朝見ると重くなる、そういう回を見ると疲れたな、体がバキバキだ、うん、月曜日か、皆さんもお疲れ様ですね。お疲れ様です。明日火曜日か。あ、ってことは水曜日、平日にお話し会あるんだ。何気に
あ、祝日なんだ。もうじゃあ皆さん明日さえ行けばもうハッピーハッピーハッピーじゃないですか。理想ですよね、それが一番。水曜日休みなのが秋分の日。頑張りましょう、あと一日。ハッピー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 。会えるね、ね、会えますね。楽しみにしております。水曜日仕事です。まあそうよね、お仕事の人もいることでしょう、きっと大変や。頑張りましょう。休日だけど出勤になってオキポの2部が飛びました。会社にクレーム入れてやる。電話番号教えなさい。かわいそう。私もあなたもかわいそう。悪いのは会社だ。教えなさい、クレームを入れてやろう。もしもし、お宅のお宅のお宅の出勤のせいで私の部に呆れ出たんですけど、どういうことなんですか、今すぐ休みにしなさい。私がもうモンスターアイドルになってあげよう。私がもうモンスターペアレンツならぬオタクのオタク、オタクのオタクがはぁって言われそう。オタクのオタクが来ない子だったんですけど、オタクのせいでオタクがって。かわいそう、頑張ってね。23日のオンラインは会社の駐車場から参戦します。ありがとう。オンラインがラストお話し会。そうなんですよ。そっか、その日もじゃあ平日か。23土曜、やばい、私もう曜日の計算ができない。いろいろ計算して23は金曜だって思ったけど土曜だった。はい、これがもうね、皆さん面倒見てください。社会に出たら生きていけないんですから。やばい、怖い。誰か扶養してください、私は怖い。なんでだろうな、毎日さ iPhone ケース、 iPhone のさホーム画面でさ日付とさ曜日を確認しているのにさ、なんでこんなに頭に入んないんだろう。なんでやろうか、楽園の女王、元 AKB の相笠萌ちゃんと岡田彩香ちゃんが出てたやつか。そうです、相笠萌さんと同じ役です。メアリー。カレンダー見ないの？いや見る見る、だってスケジュール帳アプリあるもん。でも日付でしか見てないんだよ、何日でしか、何曜日は見てない。そうだよね、お話し会があるってことはお休みの日ってことをちゃんと分かっとかないとダメだね。
なんか STU だったらワンチャンなんか平日もあるんじゃないかって思ってしまうけど、リアルとかさすがにないか、うん、めくりカレンダーにしてみる。もう日めくりカレンダーなんてしたらもう多分めくれないよ、めくらない日がいっぱいあるよ。うん、コロナの時は平日あったよね。平日はお話しかある時あるけど、もうオンラインの夕方からとかになるね、夜からみたいな。さすがにね昼はね少ないね、ゼロではないだろうけど、懐かしいね。今はねないね、そういうのは。今日は何日か分かる、今日は18日分かります。なぜなら今日電気代が引き落とされる日だから覚えてます。18日は電気代が引き落とされる日なので18は覚えてるんです。そういう覚え方。現実的。引き落とし金額とか確認するの、するする。電気代めっちゃ安かった。私本当に電気をつけない生活をしてて、最近アロマキャンドルの灯火だけで過ごすっていう、なんか本当無印良品に生かされてる女みたいな生活の仕方してるんですよ今。丁寧な暮らしすぎる暮らしを。だから今は配信してるからつけてるけど、本当に配信終わったら切って、なんかもう本当に間接照明もつけずにアロマキャンドルの、この今つけてるんですけど、皆さんちょっと分かりますか、灯火、この明かりだけで過ごしてるんですよ。そしたら電気代がめっちゃ安くなった。あ、おしゃれ生活が役に立ったぜ。こたつは、いやこたつはつけてますね、ちょっと寒いさすがに。うん、結構明るい。いやそうなんですよ、明るいよ。こたつはねまだ現役、もうずっとつけてる。主役おめでとう、あずみよろしくね、ありがとう。部屋暗いと視力悪くならない、いや悪くなってんのかな、なんか最近測り行ってないんですよね。今測ったら悪くなってそう。今日は寒いよね、今日寒い気がする。ちょっと、うん、私さこの電気普通にシーリングライトなんですよ、あのよくある備え付けっていうか最初からあるやつ。でシーリングライトさ、私結構つけっぱで寝ることとか多かったんですけど、もうね3年か4年ぐらいね一回も切れたことないんですよね。こんな長持ちするもんないやと思って、なんかびっくり。さあなんか私一回もさ自分で電気変えたことなくて、切れたことがないんですよ。だから切れたらどうしようみたいな、こんな椅子だけで足りるのかなみたいな、はしごみたいな脚立いるんじゃないみたいな。あ LED だからってこと、 LED は切れない。あなるほど、
や私いつかのさ電気を交換する日がさ怖くてさ、自分でやったことないのに、もしさ開けて虫とかいたらどうしようみたいないないだろうけど、なんかたまにあるじゃないですか、虫いるみたいな。蛍光灯だとしても今は長持ちするよ。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫か。昔のイメージが強いのか、なんかそういうイメージが。引っ越しまではいける。あ、確かにあと1ヶ月ぐらいは、絶対1ヶ月2ヶ月ぐらいは全然いけそう。うん、蛍光灯と LED は原理が違う。ほえ、勉強になりました。このお辞儀をする間にあくびをしてしまいました逃しました、ここら辺から。これがあくびをしてないように見せるあくび術です。勉強になりましたって言いながら、って言わなかったらバレなかったことを言ってしまったね。見えなかったでしょちょっと眠くなってきたけど、なんかね今日は結構目が冴えてるんですよね。アクビスト、イエス、アクビスト。うん、あざとい、あざとす、マックス。うん、結構やってる私今日。もう11時半になるよ。今日なんか元気。やっぱ今日あれかな、いっぱい踊ってきてなんかアドレナリン出てるからかな。しかもカフェインも取ったし、だからなのかなって思ったり2時間経つ、やばいね。もう2時間半いけるよ、うん、2時間半いけちゃうぜ。明日もそんな早くないし。ハッピー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 。うん、まあね、あの舞台の宣伝も兼ねましてね、ちょい長めにねやろうかなと思います。あ、やばい、あの私の携帯から寝る時間ですってきて、うちの携帯ね11時半にはね寝なさいって通知来るんですよ今来た、睡眠っていう欄が iPhone の、うん、ごめん iPhone 今日は寝る、いや今日はちょっと起きてる。そんな通知あるんや。なんかねやったら健康ヘルスケアみたいなやつをしてたら、自分でなんかこの時間には寝るって設定したら通知来る、寝なさいみたいな、睡眠っていう通知が来る。一応11時半に設定してるけど守れたことはあんまりない。難しいですよね、11時半に寝てさ6時に起きるみたいな、なかなか難しい。私はインドネシアから来ました。 Thank you Thank you Thank you。 よいしょ、足が痛い、伸ばそう。反抗期、そう
反抗期です。よいしょ。第三反抗期、第三の反抗期、第一も第二もそんななかったけどね。いずれも増して可愛いです。うそ、でも今日全然ね化粧できてないんですよ。甘みにとってください。リップだけ塗り直しとこう。甘みにとってください。昨日だったらバッチリだったんですけど、昨日は配信しなかったからな。主演の件はいつ頃決まったの？いつ頃？いつ頃？難しいな。でも最近ではないですね、ありがたいです。頑張ります。この頃前髪軽めで大人っぽい。その毛先をねすいたからちょっと軽く見えるんだよね、でも長い今は。記者の配信は何とかにしてほしい。え、なんだ？星になってるよ。何だろう。何してほしいの？気になる。待ってます。お待ちしてます。楽園の女王。星になりまくってる。ちょうちゃん髪切ってたね。あ、髪切ったのが嘘で髪の毛染めてましたね。今日見たけどめっちゃ可愛かった。なんかいい色だった。今日ちょうさんいらっしゃってたけど、しかもお誕生日面だ。可愛かったよ。写真で見るのと実際に見るのじゃやっぱちょっと違うよね。ちょいギャル味があって可愛かった。ちょっと失礼。ああ、前戻ってきました。なかなかライブとかないから、髪染めたメンバーはお披露目できるのがみちさんの卒コン、あ、お話し会か、お話し会で見れるのかな。可愛かったよ。前葉さんが結構明るい、今日見てたけど、なんて言うんだろうね、あの色、何色っていうのか分かんないけど、ハイトーンじゃないのかな、明るかったな。ちょっとあの色に疎くて、いやでも目立ちますよ。ちょっとごめんなさい、咳がゲッポくて、ゲポゲポで、えほえほ。楽
しみですね。メアリーは女王になれるんか、メアリーはどうなるのか、どうなるか楽しみにしていてください。メアリー役です。うん、お決まりで席が、そうなんや、お決まりもう席が、席が止まらない。絵好きタイプの席です。うん、こんばんは。バンバンコ、ちょっと落ち着いてきた気持ちが。はあ、だからさっき夜にしてはさ、ちょっとテンションが高かったですよね。こんぐらいのテンションでいこう。あ、落ち着いてきた。なんか咳しすぎてちょっと落ち着いてきた。テンション高すぎたからちょっと咳が出てきたのかな。うん、23時半のテンションはこんぐらいですよね。ようやく落ち着いてきました。冷静です。髪の毛さ、エクステとかつけるのダメなのか。ダメそうだよね。私卒業するときさ、高めのツインテールやるっていうさ決め事をさしてたけどさ、全然さツインテールにできる長さじゃないんだよね。もうさ髪の毛がさそんなに長くないからさ、めっちゃ上げてもここが限界すぎてさ、これはさあまりにも元気っ子やからさ、やりたかったけど、ウィッグとか、ね、つけたらいいけど無理そうやん。無理そうっていうか、公演中につけたり外したりができなさそう。うん、どうしようかなって考え中。うん、なんか本当は理想はコンサートのなんかブロックで高めのツインテールして次のブロックで外すみたいなのが一番良かったけど、自分のしたい髪型がその日ね、最後の日にしたい髪型がなんかそんなパッて変えれるような感じじゃなくて、だからどっかのタイミングで高めのツインを披露したいなと思ってるんだけど、どうしようかな。最後のお話し会とかかな、かショールームか、なんか何かでちょっと見せたい気持ちはある。うん、かもうこのまま無理くり頑張るかですかね。このままいるかな。でもな、なかなかしんどい身分ではある。できなくはない。まあそうなの、できなくはない。頑張ってこう上げに上げていけば、なんか、うん、ミニモニさんぐらいな感じに。いやーでもいけるか。結構限界があるけど、一人じゃ無理そうやけど。こう言って徐々に徐々に上げていくスタイルで、徐々に徐々に、こんぐらいだったらいけるか。うん、こんぐらいでいけるかな。でもあまりにもちょっと元気すぎる。
ちょっとなんか危ない香りが、なんかもうちょっと落ち着いてほしいな。こう下に下がってほしいのに髪が短いからこうなる。元気っ子ヘアみたいになります。なんかちょっとやりたいですね最後に。恥ずかしいけど、おてんばおきちゃん、おてんば小学生みたいなおきちゃんが、まあでも結構ねファンイベントでねツインテールしたのは結構もうファンイベントだとなんだ福フェスかツインテールしたのは結構もう自分的には満足高めてるけどね。公約、公約ではない。公約ではないけどまあどっかでやりたいですね、高めのツインテール。ショールームが一番言うありそうかな、うん、28日にショールームやるんですけど、今月のちょっといつもと違う配信になると思うのでちょっと楽しみにしててください。ちょっと歌ったり踊ったりします。うん、28日、今月の28です。よろしくお願いします。そう、何時頃、多分7時とかじゃないかな、うん、6時は早いよね多分。7時ぐらいの予定かな。夜です。夜です。朝7時から歌って踊ってたら私もう健康アイドルすぎる。ラジオ体操でオーバーチェアしなきゃ。うん、お楽しみに。また詳細言いますね。早朝にテニミしてた時はあったから、早朝にあんなテンション高いことはもうはまないよ。あるかな、楽しみやん、楽しみにしててください。いやもうちょっとしたら今日が終わるのか。明日は何するんですか皆さん。ちなみに私はメンバーとちょっと遊びますよ。みんなは何するんですか。うん、仕事、まあそっか、火曜日だもんね。ファンミ、え、ファンミ STU、 STU ファンミ、そうけ、ひなさんとみなみさんあるっけ。みなみさん違うか、なんかでも3人ぐらいやってたような気がするけど、
ファンクラブイベント、うん、いいね。なんか昨日かな、昨日めっちゃさ、いろんなオタ活あったけどね、研究生とか。あ、でも今日も 2.5 期あったのか、放課後音楽祭。 STU 結構イベント多いな。なんかライブは少なめだけど、イベントが多い月だ。あと2回ぐらいやってほしい、イベント。いいね。まあでも卒業してからもイベントやるからね。そっちでもおいでまし、ましまし。うん。あ。この後は配信終わったらご飯食べるんですけど、ご飯のお供にする動画のおすすめありますか？YouTube。YouTube にしようかな。 YouTube おすすめありました、ありますか？何系？なんかなんだろう、でも怖い系とか、なんか虫の知識系とか、なんか生物系はあんまりご飯の時は見れないんですよ。私事件のなんか紹介する動画とか結構見てしまうんですけど、そういうのもちょっとご飯の時は控えてる。何見てたな、ご飯の時。爆食い系いかが？あ、ご飯の時にご飯の時にご飯。 STU ラボという動画をおすすめします。 STU ラボはもう見ました今日は見ました。私はすぐ見ますんでね。ご飯に合う動画だ。別にご飯に合わなくてもいいけど、なんだろう、普段は何見てるかな。ご飯の時、ゲーム実況とか、なんかアニメレビューとか、あとなんだろう、なんかネットの、あの、なんかネットのなんて言うんですかねなんて言うんだろう、なんか争いの動画とか見てますなんて言ったらいいんだろう、ちょっと難しいなそういう系見てます。なんかこう無心で見れるような感じの動画を見てますね、普段は。おきチャンネルは、いやー、ありがとうございます、うん、争いとは、なんかあのあるじゃないですか、なんかこうなんか突配信みたいなの切り抜きとか見てますこれこれさん的なああいう系を見るのに、なんか一時無心で見てる時もありました今はね、なんかあんまりこうこれご飯時に見るこれみたいな動画ないんですよね。なんか舞ちゃんに言われて令和の虎とか見てたんですけど、なんか私圧迫面接みたいなの地味にこうご飯の手が止まっちゃうんですよ。はあ、みたいなだからあんま見れてないな。実家にいるときはニュース見ながらご飯食べるのめっちゃ好きで、なんか朝とかもなんかテレビつけて朝のニュース見ながら朝ごはん食べる時間が多かった。ニュースとか見るの好きなんですけど、
もう今 YouTube だからあんまりニュース見れてないんですよね。ちょっと切れちゃってたかも今。見えますかね。声帯見る、あ、声帯見るの好き。あの ASMR とかもね、ポキッ。芸人さんの YouTube もいいね。私あのさらば青春の光さんの YouTube 見るのめっちゃ好きなんですよね。めっちゃ長いんですよ一個が。あんまりなんか切ってなくて、ほぼ会話の垂れ流しみたいな50分とかなんですけど、結構好き。あ、見える、よかった。充電がそろそろなくなりそうだけど、まあ持つでしょう。結構ね、個人事務所だから結構なドッキリとかやるんですよ。それが結構好きですね。なんかちょっとしょうもないドッキリもあるけど、なんか相方の年末の時間奪ってみたみたいなドッキリとか結構好きです。なんて言ったらいいんだろう、なんか何本か映画見させて、何本かのうち何本はクソ映画みたいなみたいな、そういうのとか結構見てますね。なんかそういう、でも 無で見れるやつが一番面白いかも。でも芸人さん系はな、夜寝る時とか新幹線の移動時間とかにラジオで聞くのが多いからな。寝で見て楽しむ系見ようかな。うん、じゃああと2分したら壇上読みたいと思います。55分ですね。いやなんかすごい長時間やってしまったんですけど、すごいなんかずっと張り付いてコメントしてくださってる方とかありがとうございます。もう手が痛くなるだろうから落ち着いても大丈夫ですよ。ありがとうございます。すいません、見てくださってる方もありがとうございます。動物系チャンネルのプーキーズとかおすすめ。何プーキーズ、いいね。ルーキーズのパロディみたいだね。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、愛してるじゃん、ああ足りないけど、ああ違った、足りないけどせめて言わせて幸せ、二人寄り添った帰り道、ヘイ、ラップが下手すぎる。思いを届けと使えた時に、はい、復活したちくわの動画見ようや。ちくわさん復活しましたね。一時期更新が途絶えてたけど、うん、お猿さんとかワンコが登場する。お猿さん出るの珍しい。動物系もいいですね。明日寒いの？やだ、天気予報寒いらしい。皆さんあったかくしてね。早くあったかくなってほしい。あ、じゃあそろそろ55分なので壇上を読みたいと思います。うん、13位から読みます。13位あられさん、12位師匠さん、11位ナンバーの久人さん、10位北さん、9位白熊さん、8位とりあえずルービーさん、7位おりちゃんさん、6位ジェリーさん、5位こばちゃさん、4位バンボイさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位テリーピーさん、2位塩さん、1位虫男さんでした。ありがとうございました。そして塩さんと虫男さん、タワーありがとうございました。何気にタワーも新しくなってるよね今気づいたけどさ。この間までホワイトデーとかのタワーだったのにさ。そうだ、ギフトもそうじゃん。なんか春じゃない春ギフトになってる。
今気づいた、桜餅の話の時気づかなかった。桜になってますね。でもスタバはもう桜終わりましたけどね。スタバがもう先行きすぎてんのかな。春だね。お花見行きたいな。もう春マジか。いや本当にね、早い。だってね、前のお話し会でね、なんかもう桜見せてくれた人とかいたんだよね。桜見に来たよって言って、そんなあったかいんだ、あったかいところはあったかいんだって思ったけど、うん、今週末職場のお花見、え、早くない？もう開花するの？でもそっか、なんか桜祭りとかもうやってんのか。早い早い、いいじゃん、楽しんできてね。桜見たいな。広島めっちゃ桜綺麗なんですよね。いろんなところで咲いてる、川沿いとかに。なんか桜お花見行こうって思わなくてもいっぱい桜咲いてて嬉しい。広島今週末あたり開花、マジか、嬉しすぎる、楽しみです。岡山も桜きれい。岡山ね、桜の名所いっぱいあるよ。そっか、じゃあ皆さんは、まあ、お花見に行ったり仕事したり、花より女だったり花より団子だったりですね。千代田前のダム桜並木がきれいよ。知らないな。当たり前だけど東京にも桜って咲くんやね。なんかあんま木のイメージがなくて、まあそりゃそうか。あ、やばい、そうそう、眠たくなってきた。隠せなかったです今のあくびは。今日は隠せなかった。お疲れ様でした。皆さん長い時間でしたが見てくださってありがとうございました。まあ、改めて言うと舞台もあるので皆さんぜひ6月の舞台お待ちしてます。頑張ります。ありがとう。そして明後日は幕張でお会いしましょう。明日も仕事頑張ってください。明日頑張れば会えますよ。頑張ってください。バイバイ。おやすみ。おやすみ。